藤川由里3月8日体は、日本の女性政治家。青森県八戸市議会議員。八戸県域水道企業団議長。自由民主党所属で、議会では保守系会派、自由民主クラブに所属。選挙ポスターや公式サイト等では、藤川由里と記載されている。美人すぎる市議として、有名になり、後に、美人すぎるという言葉が生まれたきっかけになった。 人物でもある。1980年、青森県八戸市生まれ、青森県立八戸東高等学校を経て、帝京大学文学部卒業。2007年4月、父、藤川智信の青森県議会議員選挙における二度目の落選がきっかけとなり、八戸市議会議員選挙の告示5日前に出馬表明。無所属で立候補し、 同年4月22日に、八戸市議会議員選挙史上最高の6962票を獲得し、トップ当選した。市議会では、民政常任委員会委員、環境先進都市推進特別委員会委員を務める。以降、父、友信から引き継いだ地盤に加え、美人すぎる市議としての知名度で2011年、2015年の、 選挙でもいずれもトップで当選しており2人以下に1000票以上の大差をつけて当選。2019年の選挙では新人女性候補にトップの座を譲ったものの定数32中2くらいで再選されている。1期目には市議会議員としての政治活動と並行して美人すぎる市議のキャッチフレーズで雑誌グラビアなどでモデル活動を行っていた。 父の友信は2011年4月、自民党公認を得て三旅県議選に立候補し初当選。2015年4月、再選を果たしている。医療法人戸和田第一病院理事などを務めている。しかし2019年4月では参戦を目指したが、落選している。大学卒業後は政治家の秘書になることを考えていたが、父は専業主婦になることを望んでいたという。 2003年、父の選挙において、うぐいすじょうを務めた。2007年4月8日、県議会議員選挙での父の落選後、八戸市内の選挙事務所を兼ねた自宅において、支持者に礼を述べるとともに、市議会議員選挙に出たいと表明した。両親ともども反対したが、4月10日、土下座しての出馬の訴えに父は容認し、 その日の夕方、近くの写真展へ選挙ポスター用の写真を撮りに行ったという。介護予防事業の推進、介護保険料や介護サービスの利用料金の値下げや、見直し働くお母さんたちのために、山市保育の施設を作ることなどを訴える。投票日は雨であったため不動票の低下を心配し、テレビのない自分の部屋で結果を待ったという。 定数36に対し47人が立候補した、この市会議員選挙において2位当選の前沢、は、時広の3665票の倍近い6962票を獲得し、トップ当選した。八戸市議選史上最多得票であり、20歳代の女性候補者というのも八戸市議選では初めてであった。若年層の投票増加により、 12年ぶりに投票率が上昇した。自民党は2010年の第22回参議院議員、通常選挙に向けて、藤川に参議院の比例区からの立候補を打診し、地元選挙区選出議員である大島忠盛自民党幹事長も説得に動いたが、藤川が地方自治に専念したいとして、これを誇示したため、大島は藤川の国政への擁立を断念した。 ありがとうございます。